尊虚とは、体を丸くしてしゃがむ、または膝を折り立てて腰を落とした縦膝をついた座高を言う。つくばうには平腹、平身抵頭する意味、虚無は鏡込んだ状態を指し、腰をかけたり中腰の状態の虚無を指すことから転じて、肥人が通行する際にしゃがんだ状態で礼をする様を言う。尊虚の姿勢を取る大相撲の力士相撲や剣道等においては、 礼儀として試合をする直前に対戦する相手と、仕切り線を挟み、腰を下ろして向かい合う姿勢のことも言う。相撲ではつま先立ちで、かかとの上に尻を乗せて腰を下ろし、膝を開いて、上体を起こした状態を指す。剣道では、相撲と同様の姿勢、または片膝を床につけて、立ち膝で上体を起こして、姿勢を正した状態を言う。 時に市内を西岸に構えた状態で尊拠する場合もある。伝統的な剣術では片膝を床につくお式という礼法であったものが剣道になった際新たにつま先立ちでかかとの上に尻を乗せる礼法が制定されたものである。尊拠は韓国では日本的なものとみなされるため、小ムは尊虚を廃して律令を行っている。日本憲法では律令、座令と合わせて 参宝と呼ばれている。日本の神道など宗教でお勤めをする時の姿勢や、家来の武士が待機する時の座法の一つでもある。相撲などの尊虚とは違い、膝は閉じた状態である。同じ姿勢を習慣的に続けていることで、股関節、膝、足首などにおいて、関節面の延長や圧根などの特有の変化が発生するという、これを尊虚面という、ありがとうございます。